企業を襲った新型コロナウイルスの波。何考えても絶望的な状況だったのも事実なんですけど、売上は8割も落ち込む中、大逆転の回復を遂げた会社がありました。ロケーションフォトは決まりではありません。茨城県の写真館が伊豆の温泉旅館の経営に挑むことに。今のタイミングっていうのが最初で最後、最大のチャンス。その挑戦から見えてくるコロナ禍を生き残るための起死回生のアイデアとは。南伊豆まで来て桜がなんとかあったっすね。2022年2月、静岡県の伊豆半島、満開の河津桜のもと、お客さんを見つめているのは写真館を経営する小野哲人さんです。伊豆に出ようと思ったわけでは全くなかったので、本当にその、いい意味で偶然の出会いではありましたね。小野写真館は茨城県ひたちなか市にある従業員数130人規模の中小企業です。お子様専用のスタジオになってて、お子様と家族みたいな。もともとは両親が営んでいた小さな写真館でした。小野さんは大学卒業後、外資系の金融関係の会社で働いていましたが、写真館を引き継ぐことを決め、2010年に社長に就任しました。その後は結婚式場やフォトスタジオなどを新たに立ち上げ、多店舗展開も行うなど業績を上げていましたが、そこへ新型コロナが直撃しました。それこそちょうど2年前の3月の卒業式がほぼ中止になったんですよ。だいたい1600万ぐらい、まずその3月にその返金をしたんですね。ほぼ全ての事業で予約がキャンセルとなり、売上は8割減に。先が見通せない中、小野さんはある考えに行き当たります。本当にその会社の存続さえも考えなきゃいけないような、何考えても絶望的な状況だったのも事実なんですけど、だったらもうこれから会社を変えてやる。小野さんが目をつけたのが事業買収、いわゆる M&A による新たな事業の創設でした。実は今、中小企業の間で M&A が活発化しています。国内における M&A の件数は年々増加しており、2021年にはおよそ4000件を超えています。その背景の一つが経営者の高齢化です。引き継ぎ手がいないなどの理由で経営者の年齢層は年々上昇しており、試算では2025年には70歳以上の経営者は245万人に及び、127万件が後継者不足になるといいます。2年前に関しては本当にそのもう逃げ場がないぐらいその、苦しかったですけど、なんかそこまで追い込まれたことで逆にパワーがやっぱり出たっていうのも事実だったので。コロナの中でも小野さんはあえて新たなビジネスを作り出そうと考えたのです。もうコロナをきっかけに変えたのが、もう小野写真館は結婚式の会社でもなければ、成人式の会社でもなければ、単なる写真館ではなくて、この感動体験をそうする会社に生まれ変わろうと。財政的な変化も転機となりました。経営難にあえぐ中小企業をめぐっては、コロナの感染が本格化した2020年3月頃から、政府系金融機関などが無利子無担保の融資を実施。支援のための政策も小野さんの捨て身の勝負を後押ししました。逆にチャレンジに行かないと、もうこの先ないので、もうここから会社を全部ゼロから作り直すしかないな。こうして出会ったのが
この旅館でした。シンプルに言うと一目惚れみたいな感じではありましたね。たった4部屋、全館オーシャンビューに部屋付きのお風呂もある知る人ぞ知る温泉宿です。我々からしたらもう強みでしかなかったんですよね。4部屋しかなかったっていうことは我々にとってはもうそこもチャンスだったので。敷地の中庭で家族や身近な人たちだけで結婚式を挙げた後、そのまま温泉付きの部屋に泊まって過ごす2泊3日のスローな貸し切りウェディングプランに写真館のノウハウを融合させました。絶好のロケーションもコロナ禍に直面したカップルたちの心をつかみました。友達とかも呼べる環境じゃなかったので、だったらもう家族だけでロケーションで、まあ、安全なところでできたらいいなってところを決めました。名物の河津桜のシーズンにはオンラインで予約がいっぱいになるほどに。経営は上向き始めています。もちろん厳しい面たくさんあったんですけど、振り返ってみるともう最初で最後かつ最大のもうチャンスっていうのがこう今目の前に現れている状況でいうと、もう本当まさしく今からだと思っていて、ここからの本当に数年間がなんか本当勝負だと思ってますね。